聴者の皆様、こんにちは。今回は、自らの非常識な行動で身を滅ぼしていく報告者の2本立てです。1本目は、コンビニ店員ごときに気分を害されたの、と憤慨しているイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。すみません、どなたか判断してください。私が悪いのか、それとも皆の言い分が正しいのか。このままでは私の気が済みません。私は33歳の独身のキャリアウーマンです。この年ですでに今の会社の営業部の係長を務めています。そこまで来るにはかなり努力をしました。私は大学も都内では上の中、家上の下のランクのところにいて、今の会社になんとか入れたくらいでした。ところがこの会社は私にとても合っていたのでしょう。私はどんどん出世していきました。もちろんそこには私の努力があります。配属された営業部では、常にクライアントのことをしっかり調べ、寝る間も惜しんで営業に必要なスキルも勉強して身につけて交渉に挑みました。こういった私の努力が報われて今の地位にあるのだと思います。女性である程度のポストに就くというのは、周囲からの視線がなんだかんだ言ってもまだまだありますし、腰掛けとまでは言いませんが、さっさと辞めていく女たち、これもまた私の敵となっています。こんな環境の中で懸命に頑張ってきた私を会社は切り捨てようとしてるのです。どうかこの件についてどなたか私にも納得できる判断をしてくれませんか？うわ、すごい剣幕だわ。痛々しくなってくるほどだな。何かあったから相談してきたっていう感じ。けどこれ、絶対何かやらかしたよな。それで納得ができないから第三者に相談したいけど、リアルにそういった判断ができるやつがいない。実はリアルぼっちかもしれないよな。それだったら聞いてやってもいいんじゃねえか？とりあえず何があったかを説明してくれよ。身に不愉快で失礼な人々ですね。わかりました。それでは今回あった事件に至るまでのあらましを説明いたします。私は先ほど書いたように33歳のキャリアウーマンです。自分でキャリアウーマンっていうやつってあんまり信用できないけどな。少なくとも私はそうなろうとして努力してきたんです。だからそう名乗っても構わないではないですか。それを言うのは勝手だけどね。はい、続けて。昨日のことが全てのきっかけでした。普段私は絶対にしないような失敗をしてしまったんです。仕事の上でか？そうです。普段は絶対しないからこそ、私にとっては大ショックでした。どんな失敗だったんだよ。本当にポカミスです。営業先の資料を机にあった別の資料と間違えて読み込んでしまったわけです。それで会議に臨んでしまったものですから対応を完璧に間違えました。うっわ、係長が。ただ、そのことに気づいた部下がいて、この時は私を取り繕ってました。これは私にとって非常に屈辱的なことでした。部下は20代後半で私のポストを虎視眈々と狙ってるような男なのです。この部下を仮に A 落とします。A 落は大学も私の上の下に比べて上の中。現在は係長補佐という形になっています。つまり私に何かあったら、すぐにでも上の方は私を切り捨てて、彼を係長にしようという魂胆が見え見えです。まあそうやって邪推するのはいいけどな、でもとにかく仕事はそれでうまく回ったんだろ？なんとか回りました。ところがこの栄養が妙に優しげな声で私に、こんなミスなんて誰にでもありますよなんて偉そうに慰めの言葉をかけてくるんですよ。いいやつじゃないか。どこが、私はもう胸の中でメラメラと炎が踊り狂ってるような気がしました。それはまた激しいわね。なんでそこまで思えるわけ？あなたは男ですか女ですか？結婚してますか？私は主婦よ。子供が3人いて、今のところは専業主婦をしてるわ。いずれはパートに出ようと思ってるの。でも、今はまだ子供に手がかかるから、専業主婦をやらせてもらってるって感じよ。それはいつの頃からですか？そうねー。結婚したのが24の時かな。3人子供を育ててるのは偉いよな。うちでもせいぜい2人だぜ。そうそう、今の世の中じゃあ本当に1人か2人持つ程度がギリギリだっていうのにな。3人産んでるのは偉いよ。そう言って女の社会進出を阻むのはいつも男なんですよ。どうしてその話になるんだよ。こいつ、もしかして男をものすごく敵視してないか？なんとでも言ってください。私が今の地位に着くまでにどれだけ努力してきたと思うんですか？まあこのイッチは本当にちゃんと努力はしてきたんだろうと思うな。この分だと。そうよね、よく見る口だけ言って実は変な風に周囲に補佐してもらってるようなおかしな人ではないみたいね。そんな人たちと私を一緒にしないでください。
とそういう人たちは大学もエフランデデコ仕掛けで仕事についていい男を見つけたらすぐに結婚しようっていう人たちばっかりですよ。うわ、そういう言い方って嫌だな。私だってそれに近いわよ。エフランかどうか知らないけども、地元の大学だし就職した時にもう恋人がいたから、少しお金貯めてから結婚しようってことを初めから考えていたもの。もしかしてこのエッチ、結婚を実はしたいんじゃないか？でもできないから仕事をバリバリやってるって言うんじゃないかね？多分そうじゃねえの？違います。私はあくまで仕事に生きる女としてやっていきたいとずっと思ってきたんです。というのも、私の両親がずっとその逆の立場を取ってきたからです。あ、過去まで語り出した。私の両親は、父が厳格な稼ぎ頭で、母がそれに従っている専業主婦という形でした。兄が二人いますが、彼らには好きな大学に行かせようと、父は必死で働いていた感じです。しかし私に関しては金をかける余裕はないという態度でしたので、私は必死で勉強して、とにかく国立大の上の下まで余裕で入れるように頑張ったんです。まあその努力は認めるけどよ。ちなみに兄ちゃんたちはどうなったんだ？兄は上が都内の私立大、もう一人が地元県内のやはり私立に行きました。二人とも中の中です。ろくなところに行ってません。父と来たらこの二人には散々甘いのに、私には。ともかく進学するのだったら、国公立にしろ。奨学金を取れ。それに自分で申請して授業料免除も掴んでみろ。でないと進学はダメだ。と言い出しました。その上仕送りも家賃ギリギリですよ。後はもう自分でバイトして稼ぐ生活でした。まあそれは本当に大変だったわね。ええ、本当に大変でしたよ。だからいつもずっと家からは離れよう離れようと思ってました。それでめでたくちゃんとした企業に就職できたわけね。そうです。ですから絶対にそこで失敗はできませんでした。それは本当にすごいと思うけど、昨日ミスしたっていうことに関して聞きたいんだけど。この日、ものすごくむしゃくしゃしていたんです。会社に帰ってからも私の珍しいミスに課長もねぎらいの言葉をかけてくれたんですが、そのねぎらいの言葉自体が私にはものすごく悔しくて悔しくて悔しくて。本当にこいつ、勝ち気というか負けず嫌いなんだな。そうなってしまうのも仕方ないって言えば仕方がないがな。でもそれで何かをやらかしたってことだったら話は別だぜ。でも向こうが悪いんですよ。お、やばいとこが出てきたか。仕事のミスを引きずってはいけない。今日は早く帰ろうとこの日は残業も早々にして家路に着きました。ですが、もう帰ってから料理するような気力なんて全くありません。だから会社のすぐそばのコンビニへ寄って夕食を買って行ったんです。温めてもらっても会社と家は近いので冷めることもありません。それってわざわざ会社に近いところに住むようにしたってことか？そうです。時間は短縮するに限るに決まってます。その分家賃が高い地域ですが、部屋にはほとんど寝に帰るようなものですから、できるだけ安い部屋を探しました。本当に仕事人間なのね、すごいわ。これはこれで。私は本当に仕事人間です。仕事に一途なんです。なんかいけませんか？いけないなんて全然言ってないわよ。すごいと思う。でもある程度の地位、係長までなったなら収入もあるんでしょう？それだったらもう少しいい部屋にとか考えたりしないの？そんな余裕ありません。帰ったらほとんどもう寝る分だとさっき書きましたでしょう？でも休みの日だってあるでしょう？休みの日も常に新たな情報にアンテナを張り巡らしてネットに向かってますよ。ああ、それで今は掲示板に張り付いてるってわけか。でもそれってネットにしか友人がいないとか、そういう感じなんじゃないか？さっきも書いたけどさ、お前ちょっとリアルじゃぼっちだろ。それの何が悪いんですか？いや悪くないよ、自分で納得してるんならな。まあ続けて続けて。それでコンビニの方で買い物をしたんですが、その時の店員の態度がイライラしたんですよ。弁当を温めるのから会計まで、もう時間的には結構遅かったものですから、おそらく深夜にかかる胃のシフトの学生だったんじゃないかと思います。ところがこの学生がものすごくとろいんですよ。まあバイトだったらそれぐらいあるんじゃないか？バイトと言ったって、ちゃんと研修を受けてやるべきことがわかっているんだったらあそこまでレジ作業が遅いなんてことはありえません。それだけじゃありませんよ。私の言ったことを何度も聞き返してくるんです。客の言うことが聞き取れないのか、何度も返してくるなんて失礼じゃないですか。それはもしかしたらエッチが聞き取りにくい声だったんじゃないのか？それはわかりませんよ。私は向こうの耳を持ってるわけじゃありません。
それに格別難しい言葉を使っていたわけじゃありませんよ。なんでそういう話になるわけ？難しい言葉とかなんとか。その学生っぽいバイトが非常にチャラチャラした格好をしていたからですよ。あれは絶対にエフラン大学の学生に決まってます。こんなところで学生マウント来やがった。っていうか、さっきからお前、銃の中だの上の下だの、兄貴たちが銃の中だのって随分その辺にこだわるよな。そりゃこだわりますよ。私にとって勉強ができるかできないかっていうのは昔から唯一のアイデンティティだったんです。アイデンティティときたよ。まあ勉強しか取り柄がないって言えば簡単なのになんでまたそう応用な。こういうやつって、普通の人間との会話が厄介なんだよな。覚えがあるけどな、俺だって。あるんだ？こっちは普通に知ってると思う言葉を口にするけど、聞いてる側は結構知らないってことなんて、山ほどあるんだ。特に専門用語なんてのはついついこっちはフラッと使ってしまって、誰でも知ってると思い込んでしまってるけども、なんてことない、知られてない言葉ってことさ。それで俺なんかもしょっちゅうひどい目に遭ったことがあるぜ。そういう時は相手の向きが悪いんでしょうが。向きが悪い時だぜ。お前だって知らないことは多いだろう。例えば今ここに書いてる3人の子持ちママ、この人がよく知っている子育てのことはお前は全くわからないだろう？それはそうですよ。私は独身を貫いておりますから、今後も結婚する予定はありません。それは結婚する予定がないのか？それともできないのか？どっちだ？予定がないのです。バカにしないでください。別にバカにしてないよ。バカにされてると思うのは、お前の中にそうやって思う部分があるからじゃねえのか？失礼ですね。まあ仮に私の声が聞きづらかったとします。それでも謝罪の一言もなしに、しらっとした顔で済ませるというのは失礼に決まってるでしょう。だから私、しっかりお説教してやりましたよ。お説教したんだ。若い子なんて、ちゃんと言ってやらなくてはわからないんです。年長者はきっちりと礼儀を叩き込まなくちゃいけないんですよ。この時も言葉遣いやお金の渡し方とか言いたいことはきっちり私は相手に告げました。ところがこの店員と来たら、そんな私の親切に対し、ムッとした表情のまま、軽く頭を下げるだけでそれ以上何にもしないんですよ。いやそれで十分だろう。普段ならそうだったかもしれません。でもその時の私は、本当に腹の中が見えくり返ってる最中だったんですよ。それでつい、カウンター越しにその店員の襟元をぐいっと掴んで、その態度は何ですか、と叫んでしまったんですよ。ちょっと待って、なんでそうなるの？だから先ほども言ったように、この日はものすごく私は腹が立っていたんです。そんな客の様子もわからずに横柄な態度で客対応しているのだったら、こっちだってそのつもりにもなりますよ。大体お客様は神様なんですよ。その神様に対してどうしてあんな態度を取れるんですか？コンビニのレジだって一緒の営業ですよ。その営業があの態度でいいと思ってるんですか？だってただの店員だよ。やるべきことはきちんとやってて、たまたま愛想がなかっただけで、なんでそこまでお前は怒るんだよ。それに一致、もしかしてその後何かしたのか？何かしたって言いますか、向こうがこっちの手を払おうとするもんですから、そこで手と頬をピシャンと打ったんですよね。それじゃもう暴力に走っちゃったわけ。暴力なんて言わないでください。教育的指導です。教育的指導？重い、余裕ねえな。そうしたらバックヤードの方から他の店員が騒ぎを聞きつけて出てきて、うちの店員が何かしましたかとか何か言ってくるんです。ですから私は答えました。店員としての態度についてしっかりと言い聞かせていたんです。と。ですが後から来た店員たちも店員たちですよ。まるで私の方に対してどうしてそんなことで怒るんだ？っていう顔で見てくるんですよ。いやそれって、一致の思い込みじゃないか？思い込みじゃありませんよ。思い込みだと思えるような表情じゃありませんでした。みんな呆れたという顔で、こちらをかわいそうなものでも見る表情で眺めてたんですよ。実際かわいそうなやつだろ、お前。まあそこまで言わなくてもいいんじゃない？下手な同情は逆効果ですよ。あくまで冷静な判断を私は求めています。冷静な判断ね。だったら普通の客として言わせてもらうし、以前コンビニのバイトもしていた時期があったからそっちの側で言わせてもらうと、お客様は神様ですはコンビニ側が心がけることであって、お客さんの方が強いることじゃないのよね。しかも胸ぐら掴んで来られるような客は、それはもう通報していい案件だからね。あ、もしかし一致は通報されたんじゃないの？どうしてそんなことぐらいで通報するんですか？
全く理解できませんよ。こっちに公平な意見をと言うんだったらそっちもちゃんと情報出しなさいよ。じゃないときっちりした判断はできないわよ。そうです。通報されました。それでいいですか？その後がまだあるんじゃないの？ちゃんとした情報を出してよね。通報されたらやってくるのは警察じゃないですか。そんなこともわからないんですか？もちろんそんなこと、わかって言ってるに決まってるでしょう。けど一気からその情報出さなかったら、こちらの方も憶測だけの話になっちゃうもの。そうだよな、憶測だけで話すのは良くないよな。それでどうなったんだ？この時にですね、コンビニ内がちょっと騒ぎになったんですけども、客の中に後から入ってきた例の栄養がいたんです。え、それってちょっと偶然にしてはひどくねえか？偶然ではないですよ。だって会社のすぐそばのコンビニですから、栄養がいたって全然おかしくないんです。ああそうか。会社から歩いて帰れる距離に一致が住んでいるわけだとしたら、そのコンビニに同僚がいたって全然おかしくないってわけだし、もしかしたら一致自身、もともとそのコンビニの常連だったりしない？そうです、常連ですよ。そして多分うちの社員のかなりの人も常連でしょう。それに気づかないほどに、頭に血が昇ってたっていうわけね。そうです。認めたくはありませんがそうなんですよ。それで警察が来て私は厳重注意を受けたんですが、この時はそれで終わったはずだったんです。ところが翌日、つまり今日ですが、なぜかこの話が上層部に回っていたんですよ。なぜかって、それは栄養がいたっていうのもあるでしょうけども、それ以外もいたんじゃないの？それで係長が騒ぎを起こしてたっていうのを噂してたのかもしれないし、あ、もしかしたら上層部の誰かがいたのかもしれないな。誰かは知りませんよ。でもわざわざ告げ口するなんてろくでもないやつに決まってます。でも、それ以上に一致が通報されるようなことをしたのが一番悪いんだろうが。そのせいで今日はもうひどく会社の方で事情聴取を受けましたよ。それこそ警察から事情聴取受けた方がマシなくらいです。そんなことないだろう。警察からは注意で終わったことを感謝すればいいレベルじゃねえか。それで今日は昨日の失敗もあったし、ってことで頭を冷やす意味もあって早く帰らされたわけです。でも私、納得がいかないんです。だからこうやって掲示板なんかに書き込んで聞いてるわけですよ。掲示板なんかね。まあ掲示板なんか、ではあるけどな。別に知恵袋だろうが小町だろうが構わないと思うけど。まあ多分すぐに何かしらの反応が欲しかったんだろうな。多分バカにしている掲示板ってことは、冷静に言ってしまえば、お前が悪いに尽きる。そうよね、どういう事情があるかはまあいろいろあるにしても、掴みかかって売ったって一点では一致が悪いわけよ。他のところでどれだけ事情があってもね。それに普段からそんな口調だったんじゃないの？他の人をみんな見下してる感じ。それは仕方ないでしょう？それこそエフラン大学生なんて、見下さずにいられないでしょう？ああ、そういうやつ、俺嫌い。話は長々聞いてきたけどさ、こういうやつは根本的にそういう見方しかできないんだよな。そうよね。じゃあ一致が悪いっていうのが私の判断よ。それだけ。じゃあね。俺もだ。確かに一致の過去の事情もはいろいろあるかもしれないが、昨日やったことはまずい。俺も一緒。さっきから書いてるのと意見は変わらないからな。こう言ってスレミンたちは報告者を見捨ててスレを去りました。ですが報告者はその後もそのスレに残り、ひたすら自分のことを書き綴っていました。今日は普段でもしないような失敗をまたしてしまいました。あれからもうずっとこんな調子です。一体歯車がどこから狂ってしまったんでしょうか？私の何が悪いって言うんでしょうか？これだけ努力して会社に尽くしてきたというのに。あれ？このスレまだあったのか。しかも嵐でなくちゃんと書き込まれてるし。っていうか、これ完全に一致の日記になってないか？本当、毎日毎日必ず長文載せてるのね。これはこれですごいものがあるわ。もしかして前に私にお説教した人たちですか？スレ立てたあたりで発言したのだったら俺らだな。というか本当にスレ主の一致か？文章見ればわかるだろ、上の下の学歴のやつだったら。ああなるほど、係長の座も割れそうだって言うんだな。すごいなぁ、上のログ見ると、ちゃんと毎日のことが克明に書かれてるじゃねえの。ここまでしっかり書いてると、もう見バレするんじゃねえかって思うよ。じゃあ何ですか？私は愚痴すら書いちゃいけないって言うんですか？
そんなことはないけど、有能な係長様がまたなんだって、下手すると会社を特定できるようなことまで書いてるんだよ。こりゃそのうちそのこともだんだん会社で話題に出てくるんじゃないのか？ほっといてください。今はこういうところにでも書いてでもいなくては気が済まないんですから。あとお説教はどうでもいいですよ。どうせ公平な判断とかするんだったら、結局私が全て悪い方になるんでしょうから。そう思ってるんだったらそれでいいけどな。それにしても恨みつらみが重なったような文章だよな。そうそう、毎日毎日。これだけで一種のシャレにならない怖いスレになると思うぜ。ほっといてください。こうして報告者は自分の元に起こりつつある転落人生をスレに書き綴っていくようです。今回の報告者について皆さんはどう思いますか？コメント欄によろしくお願いします。続いては2本目。子供の冬服をクリーニングに出したら、ぼったくられました、と嘆くエッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。視聴者の皆様、こんにちは。今回はクリーニング店に子供の洋服を預けたら高額なお金を請求された、と怒るエッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。皆さん聞いてください。町のクリーニング屋にぼったくられました。今この場でそのクリーニング店晒してもいいですか？あんな最低なお店、潰してしまいたいくらいです。ああ本当に腹が立つ。どうした、どうした。まあ落ち着けって。コンビニとか回転寿司のバイトがやらかすってニュース最近あったな。それのクリーニング店バージョンか？ちょっと面白そうだから詳しく話してよ。拡散するかどうかはその後だね。わかりました。全部話します。でも本当に驚くと思いますよ。準備はいいですか？準備 OK。まずはエッチのスペックからどうぞ。わかりました。私は35歳のパート主婦です。夫と15歳の長女と11歳の息子と4人で暮らしています。夫は普通のサラリーマンで贅沢な暮らしができないので、週4でパートに出ています。趣味は節約で、毎日工夫を凝らして食費から生活用品まで節約に励む日々です。子供が大きくなるとお金がどんどんかかるってよく聞くよね。そうなんですよ。本当に笑っちゃうくらいお金が消えるんです。娘は来年高校生だし、息子は中学生になるし、もうそれはそれは大変で。でも今って高校も無償なんでしょ？世帯年収でそれは決まるんですよね。世帯年収が590万円以下なら無償です。でも夫が年収650万円くらいなんで、もうアウトですね。旦那に年収下げろなんて言えないしね。全くその通りなんです。それに650万円でも生活が楽では決してないので、私も働くしかなくてパートに出ているんです。扶養の範囲内で100万円程度で抑えているんで世帯年収は750万円ぐらいでしょうか。地方住みの平均としては高い方かもしれませんが、これから子供たちにいくらお金がかかるかもわかりませんし、老後2000万問題もあるし、お金はいくらあっても足りないです。なので日々節約をしているんです。まだ結婚もしてないし、子供もいないから実感湧かないけど大変そうだな。自分もちょっとは意識しないとな。節約。一致の節約方法を教えてよ。まず、洋服は捨てずに売ります。フリマサイトならリサイクルショップに売るより高く買い取ってもらえるのでフリマサイトをよく利用しますね。買うときは状態が良ければフリマサイトで買います。あとはセールのときに買います。定価ではまず買いませんね。あとは時間を見つけてはポイ活をしています。アンケートサイトにいくつか登録していて、家事の合間や、パートの休憩中にポイントを貯めています。すげえな。家族思いなんだな、一致は。子供たちにはお金がなくて辛い思いは絶対にしてほしくないんで、楽しみながら節約をしています。で、そろそろ本題に戻ってもいいですか？いいよ。そろそろ聞きたいって思ってた。ここ最近急に涼しくなってきたので、衣替えの準備をしていたんです。そしたら息子のコートが出てきまして、結構汚れがひどく、自分で何度か洗ってみたんですけど、落ちなくて。なので、クリーニングに出すことにしたんです。そもそもクリーニングって我が家では普段使わなくて、年に一回夫のスーツや娘のスーツのジャケットを出すときくらいです。その時は皆さんもご存知の大手クリーニング店を使います。ポイ活で貯めたペイペイが使えるので。でも今回、いつもと違うクリーニング店にお願いしてしまったんです。それが大きな間違いでした。ポイ活で貯めたペイペイを支払いにするなんてさすがだね。なんで今回はいつもと違うクリーニング店にお願いしたの？商店街の中にあるクリーニング店で、昔から営業しているお店でした。近所の話では、かなりの腕前の職人さんがいるそうで、前から気にはしていたんです。でも、現金のみだったし、
ども ID で支払うこともできないので私には無縁でした。でも今回、その商店街がキャンペーンをしていたんです。スタンプラリーみたいなもので、商店街内で利用したお店の数によって商店街の中で使える商品券がもらえるってルールです。その商店街、個人店ばかりですけど結構お手頃でよく使っているんです私。閉店間際だと大幅値引きされていたりするんですよ。さすがエッチ。節約の鬼。それでクリーニング店を使おうとしたんだね。そうなんです。私はもちろん一番還元率の高い10店舗利用したら3000円狙いです。八百屋、鮮魚店、青果店、お肉屋さん、と期間内に利用しました。パートと家事をしながらだったんで結構なタイトスケジュールだったんです。衣替えも家ではしてましたし、気がつけばキャンペーンの最終日で慌てました。冷蔵庫はパンパンだし、ドラッグストアで日用品をって思ったんですけど、次の日いつも使っているドラッグストアがポイント10倍だったので、悩みに悩んでもうクリーニング店で使うしか道がなかったんです。料金は大手とそんなに変わらないしいいかなって思って、息子のコートを1枚お願いしたんです。とても話の長い店員さんで、よほど暇なんだなって感じましたね。カード払いを対応すればもう少しお客さんも来ると思うんですけど。街のクリーニング店あるあるだね。でも最後の10店舗を期限内に利用できてよかったね。3000円分ゲットだ。でも、その3000円もすぐに消えました。クリーニング店で3万円も取られたんですもん。だか、子供のコート1枚で？そうです。150センチの子供のコート1枚に3万円ですよ。びっくりしました。だから私、お店にその場で文句言ったんです。何をどうしたらそんな高い手術代になるの？説明してって。そしたら逆に聞きます。何をどうしたらこんな汚れ方になるんですか？って口答えしてきたんです。え？どういうこと？そんなに汚れてたの？そこそこですよ。それに私が家で何度か洗っているんでだいぶマシな状態です。所詮子供のコートなんで2000円くらいでしょ？なのにあのお店、私が無知だと思ってふっかけてきたんですよ。本当だったら最低のお店だね。でも商店街の中にあるってことが気になる。確かに。商店街っていう噂になりやすい立地で営業しておきながらふっかけるかな？ねえ、一致。できる限りわかりやすくそのクリーニングに出したコートの詳細を教えてよ。合皮の革のコートです。紺色の珍しい色合いです。イタリアで作られたちょっとしたブランドの革コートです。汚れの程度は一言では説明できません。え？どういうこと？醤油、ソース、蜂蜜、ジュース、泥、マニキュア、絵の具、習字の墨が重なりに重なった汚れってことです。そのコート、息子のお気に入りで、毎日学校や休日に着て行ってましたから、お気に入りすぎてコートを室内でも脱がないんです。体育の授業以外は着てたって本人は言ってますね。図工の授業の時の絵の具、習字の授業の時の墨、給食の時の醤油やソース、と学校で随分汚してきました。汚れに気がついた時に拭いてあげたりしなかったの？息子は汚したらその場でティッシュで拭いていましたよ。でも雨に濡れたりして結構滲んでいってしまって、あまりに見苦しいので処分して新しいの買う？って聞いても、友達がヴィンテージコートみたいでかっこいいって言ってたって言って処分させてくれないんです。デザインよりも着心地がいいみたいで、本当にお気に入りの一着なんです。息子にとっては、変わって使い込めば使い込むほど体に馴染むからね。それにしてもひどい汚れだな。あと、マニキュアの汚れって何？あまりにも汚れが気になった娘が100円ショップで購入した同じ色合いのマニキュアで汚れがひどいところを塗ったんですよ。結局、汚れの油とマニキュアの油が混ざってさらにひどい状態になっていました。衣替えのために1年ぶりに出してみると、やっぱり汚れが目立つんですよね。息子のお気に入りだし、何より高い買い物だったので、処分するのは惜しいなって思ったんですよ。イタリアのブランド物って言ってたもんね。ぶっちゃけいくらしたの？45,000円です。倹約家の一致にしては高価な買い物だね。去年の今頃、息子の誕生日プレゼントを買うために家族で出かけた時に息子が見つけたんです。夫が1枚ぐらい上質な洋服があってもいいだろって言って買ってくれました。でもそんなひどい状態のコート、クリーニング店でも無理だろ。いくら職人とはいえ。それに、今クリーニング料金の相場を見たけど革のコートだと8000円から1万2000円くらいらしいな。一致の2000円の相場っていうのはおかしい。しかも、普通のクリーニングで8000円から1万2000円ってことだろ？そんなひどい汚れ落としなら3万円は妥当かもな。何を言っているんですか？子供の洋服ですよ。
なんでそんなに高額なんですか？それに、私、ちゃんと家で事前に洗っているんです。なので一番ひどい状態より幾分マシです。とても楽な仕事だと思いますよ。それなのになんで3万円も請求するんですか？リッチが自分で洗ってそれなりに落ちてたの？ちゃんと洗いました。まず除光液を塗りたくって、歯磨き粉とかシャンプーとか家中の洗剤で洗いました。そして最後にコインランドリーに行って乾燥機にかけました。おいおいおい、それはいかん。素人の私たちでもわかる。それはやばい。洗い方間違えている。もう、コートの汚れも一致のデタラメな洗い方でわけわかんない状態だな。それをクリーニング店に押し付けるなんて。はい、キチママ発見。はぁ？なんで私がキチなのよ。キチはあのクリーニング店でしょ。私はクリーニング店の仕事を楽にさせるためにわざわざ事前に洗ったんですよ。それなのにあんな高額な料金を請求するなんて頭がおかしいです。しかも汚れは完璧に落ちてないし、色もアイボリーのままだったし、それに購入した時の10倍の値段ですよ。だったらまた買うし。ん？アイボリー？さっき紺色の革コートって言ってなかった？コートは4万5千円って言ってなかった？それは、正規の色と値段です。私が出したコートは公園のフリーマーケットで売られていたんです。3千円で。タグを調べたら結構有名なブランドで定価が4万5千円だったんです。お買い得でしょ？色はネットで調べたらもともとは紺色だったそうです。でも売られている時にはアイボリーでした。紺色って色落ちすると、青色の色素が抜けるらしくて赤とかアイボリーとかブラウンに近い色になるそうですね。へえ、そうなんだ。知らなかった。でも汚れはほとんど落ちて、色もアイボリーで何が悪いの？え？何言ってるんですか？頭大丈夫ですか？普通、クリーニングに出したら新品同様にしないとダメでしょ。あっちはプロですよ。リッチこそ頭大丈夫？クリーニング店が新品同様にできるわけないだろが。錬金術師と勘違いしていない？クリーニング店のこと。汚れを落とすのがクリーニング店の仕事。色落ちを直すわけないだろ。そんなの怠慢です。クリーニング店もそんなこと言ってました。ただの言い訳ですよね。クリーニングに出して新品同様に戻るわけないだろ。もともと中古で買ったんだし。で、結局代金支払ったの？支払いましたよ。クリーニング店がお支払いされないなら警察呼びますよって脅してきたんで。それにスーパーのタイムセールの時間が迫っていたんで仕方なくですね。脅しじゃないだろ。正当な意見だよ。クリーニング店の。でもちゃんと支払ったんだし、丸く収まってよかったね。え？どこがよかったんですか？何一つ解決してないじゃないですか。ただ私がぼったくられただけでしょ？だから、どうしたらあのクリーニング店を懲らしめられるかって聞いているんです。そんな方法ないよ。だってクリーニング店悪くないもん。むしろいい仕事したんじゃない？そうだよ。史上最悪な汚れをほとんど落としたんでしょ？さすが職人だな。もう嫌だ。ここの人たちイカれてる。話にならない。この相談している時間がもったいなかったです。ポイ化しておけばよかった。ここにいるみんな、一度クリーニング店で洋服をめちゃくちゃにされるがいい。もう知りません。こうして一人で勝手に怒ってスレを去ったエッチ。スレミンは呆れてしまいました。さて、この後はどうなったのでしょうか。すみません。クリーニング店に騙されたエッチです。この前はすみませんでした。あ、お帰り。まさか戻ってくるとは思わなかったよ。クリーニング店とは和解できた？それが、いろいろありすぎてもうやみそうです。私の話聞いてください。前みたいに逆切れしないでね。はい、頑張ります。まずクリーニング店とのことですね。あの後、またクリーニング店に行って話をつけに行きました。どうして高額になるなら事前に言わないんですか？説明義務はお店にありますよね？って言ったんです。私。すると、何を言っているんですか？ちゃんと説明散々しましたよ。奥さんもスマホにメモして聞いてましたよねって言われたんです。何のことか全く身に覚えがなくて、スマホのメモ機能なんて一度も使ったことないので、さらに、最後に誓約書にサインしてもらってお互いに一部ずつ保管しているはずだって言うんです。それも覚えていなくて、でもうっすら何かにサインしたなって思ってカバンの中を見てみると確かに紙がありました。私が買い物メモ用にカットした契約書が、ちゃんと契約しているじゃん。サインまでしてるし。でも、説明の内容は一切覚えていなくて。その日の記憶といえば、とてもよく喋る店員で話が長いので、聞いているふりしてポイ化してたってくらいです。その長い話が汚れに対しての説明だよ。やっぱり店側には何の日もないな。
思ってた通りだ。転院はこの汚れだと通常の手術では起きない可能性があります。なので、場合によっては高額な薬剤を使う必要がありますがよろしいですか？って、私に話していたそうです。なので契約書を取り交わしたそうです。特別に。なるほどね。それで契約書ね。さらに、店側から当店の誹謗中傷に対しても別で対処させていただきますって言われてしまいました。何？誹謗中傷したの？別にそんなつもりありません。お店と話し合いをする前に、ちょっと SNS に投稿しただけです。商店街や地域の人を守るために。その時は私みたいな被害者が出ないといいなって思っただけです。でも話し合いが終わって、私がちょっとだけ間違っていたことが分かったので、すぐに訂正の投稿をしましたよ。でもそれが逆効果だったみたいですごく叩かれてしまいました。さすがに子供たちにも気づかれてしまい、息子なんて、そのコート着てたら見バレするじゃん。嫌だよ、もう着たくない。って言い出すんです。あのコートにいくらかけたと思っているんでしょうかね。3万3000円ですよ。3000円で購入して、クリーニング店で3万円だからな。とてももったいなくて捨てられなくて、フリマサイトに出品したんです。ヴィンテージとか一点も載って記載して、2万円で売れたんです。ちょっとだけ赤字ですけど、まあ、仕方ないですね。もともと3000円で購入したもんだろが、ぼったくりめ。でも1週間後、購入者からメッセージが来て、偽物だし、状態が悪いので返品したいって言うんですよ。なのでフリマサイト上の規約によりいかなる場合も返品は受けたまわれませんって答えました。するとその購入者、事務局にチクってしまい、私の出品ページが停止されてしまったんです。泣きっ面に吐きってこのことですね。私の収入源が。あの3000円で買った革コート、偽物ブランドだったとか、ウケる。その偽物コートにクリーニング代で3万円って、腹がよじれそうなんだけど。笑っている場合じゃありません。そもそもあのクリーニング店がちゃんと修復していればそこそこいい値段で取引できたんです。正直言うと、私もこれ偽物かなって思いましたけどそんなの気にしなければいいじゃないですか。堂々としていれば周りは気がつきませんよ。全部あのクリーニング店のせいです。もう二度とあのクリーニング店には行きません。お店も二度と来るなって思っているだろうし、相思相愛だね。それで、やっぱりなんか悔しいので、商店街のお店の人たちに私の愚痴を聞いてもらおうと商店街に行ったんです。でも、みんな、すごくよそよそしくて、いつもならおまけしてくれるお店もおまけしてくれなくなってしまったんです。どうやら、私がクリーニング店に悪質なクレームを入れたことになっているようで。なっているようで、じゃなくて実際そうだから。しかも商店街だけじゃなくて、近くのデパートにもその話が広まっているそうです。その中に入っているクリーニング店に年に一度、夫のスーツや娘の制服を出しているんですけど、私が揉めたクリーニング店の店長の息子さんだったそうで、それを聞いてもう、クリーニングに出すのが怖くなってしまいました。高いお金取られるんじゃないかって、娘の制服は基本は家で洗うんですけど、年に一度だけクリーニング店にお願いしてノリ付けまでしてもらっているんですよね。でも私のことを恨んでちゃんと手術してくれないかもって思って、今回自分でやったんです。でもノリの配合が間違っていたみたいで生地がボロボロになってしまいました。泣く泣く恥を忍んで、いつもお願いしているクリーニング店に持ち込んだらいくらなんでもこんなひどい状態、どうにもなりませんって言われてしまいました。一致は選択のセンスがないんだな。今ノリの配合なんてネットでいくらでも出てくるぞ。でも制服も高かったし、捨てるのはもったいないので、コスプレイヤーさんがリメイクしてきてくれればいいなって思ってフリマサイトに出品したんです。あれ？赤番したんじゃないの？別のフリマサイトにも登録していたのでそっちから出品しました。そしたら、制服とか下着って中古で出品したら即赤番らしいですね。速攻赤番しました。やっちまったな。娘には卒業式で着ていく制服がないって泣かれてしまい、家族の旅行積み立てから制服を買いました。あと数ヶ月しか着ないの20万円近くかかりました。その旅行積み立ても娘の卒業記念で大阪のテーマパークに行こうって計画していたので、楽しみにしていた子供たちに泣かれ、しばらく口を聞いてくれません。夫も呆れています。楽しみにしていたからといって、特別に夫のボーナスで子供たちと近場で旅行に行ってくる。と、今は子供たちと一緒に計画を立てているようですが、私の何がいけなかったんでしょうか。息子が汚したコートをすぐに洗わなかったこと？そもそも選択センスがないってこと。クリーニング店にイチャモンをつけたこととか？節約を頑張っていたのに惜しい人生だったな。
家族にも塩対応をされ、商店街の人や近所の人にも白い目を向けられているんです。娘にはママ、恥ずかしいから卒業式に来ないでねって釘を刺されました。それに、あと数回しか着ない娘の買い替えた制服もフリマサイトで売れないんですよね。痛い出費です。どなたか娘の制服7万円でいいので引き取ってくれません。俺らを巻き込むな。ツッコミどころ満載な一致でしたね。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは、このような気違いな報告者のスレを中心に紹介していますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。